ピコッと取れる。ガイズ、どうも、七瀬アリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は2018年に買った福袋の中で、ランキング形式で、来年も買いたいものとか、買いたくないものとか、そういったものを皆さんに共有できればなと思います。ということで、2018年福袋総集編。エアガン、ビレバン、イング、カルディの福袋4種、セシル、アディダス、タリーズに、ドトール、フランフラン。約7万円かかってました。結構、まあでも私的には多分10万ぐらいいくかなと思ったんで、まあ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 、ヨドバシが買えなかったのが大きいですね。ヨドバシ1万グッズずつ飛んでっちゃうんで。で、まあ10万円以下に抑えきれたんですけど、7万円、まあまあ年始早々出費しましたっていうことで、大量の大人買いした福袋、開くなのでランキングを作って皆さんにシェアしようと思います。独断と偏見でランキングにしていこうと思うんですが、その前に、ちょっと今年の福袋で、すごくショックだった話をしようと思います。というのも、皆さん、結構人気なヨドバシの福袋、知ってますか？ヨドバシの福袋は、福箱みたいな感じで、も大きい箱とかに入って、1万円から、本当に高いのだと6万円ぐらいまで、いろんな種類があるんですね。で、私去年、ヨドバシのその福箱、キッチン家電の夢というのを、1月の4日ぐらいにお店に行った時にまだあって、買ったんですよ。正直言って舐めてました。ヨドバシのキッチン家電はあるだろうと思ってたんですよ。で、ヨドバシを、1月2日オープンして名古屋は行ったんですけど、朝行ったらまだあったんですよ。いろんなのあって、カメラとかもいっぱいあったんですよ、種類が。で、あ、これはまだ余裕だなと思って、ちょっとアディダスの方に先に行ってしまって、アディダス1時間半ぐらい並んで手に入れて、帰ってきてヨドバシ行ったら、もう、キッチン家電の夢もないと、美容家電とかもないと、残ってるのが本当に1万円台の福箱はなくてですね。で、私すごいそれがショックで、ヨドバシの福袋来年気にされる方いたら、買える時にやっぱり買っといた方がいいかなと。そして去年買えたから今年もあるだろうというような憶測は間違ってたなと思いました。じゃあ今年買った福袋の中でランキングっぽくやっていこうと思います。ワーストからいきますか。動画でも紹介させていただいた通り、ちょっと私的にはうつ袋だった3コインズです。なんでかっていうと、ヘアアクセばっかで。なんで、ちょっと3コインズは、うんっていう。まあ、買っても買わなくても一緒だったかなっていう感じはしましたね。ドトールの、福袋。ドトール、お店によってはなんか色々入ってるセットとかもあったみたいなんですけど、私が行った時は、もうその、ドリップコーヒーのセットしかなくて、ただ単にドリップコーヒーがたくさん入ってるだけだったので、結構、タリーズとか他のところと比較すると、あんまりだったかなっていう気はしました。ディズニーは、もちろんディズニー好きなんですけど、なんだろう、まあ、スターウォーズグッズが目当てというか、ぬいぐるみとかって、意外と、あると、こう、捨てられないタイプだし、どんどん溜まってっちゃって、いっぱいあるので、そういうキーチェーンみたいなのがちょっと多かったのが、もっと実用的なものの方が嬉しかったかなっていう気はしました。あと、フランフランはちょっとがっかりしました。フランフラン結構期待してたんですよ。好きな、大好きなブランドだし、可愛いし、今回はトラベルグッズということで、すごい期待してたんですけど、期待した割にっていうところはありますね。ただ、ブランケットとか、ネックピローは、使えるなと思って、いいなと思ったんですけど、まあ、電動歯ブラシとかだと、替えを変えなきゃ、またフランフラン行って買わなきゃいけないなとか、あと、ポーチとか、普通に今、100均とかで可愛いの、同じぐらいのやつ売ってるので、そういうところを考えると、5000円の価値はなっていう気はしましたね。で、逆に、買って良かったものですね。まあ、これからは今から言うブランドは、買って良かったなと私的には思ってるものなんですけど、まず、セシルについては、セシルって本当に結構若い子向けの服かなっていうふうに思ってたんですけど、まず5000円であったっていうところ。で、あと、カバンが好きで、服がいっぱい入ってるんじゃなくて、小物系が多かったんですよ。ポーチとか、鏡とか。それが良かったです。服だとちょっとね、あんまり若々しすぎても、着れないし、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、鏡とかだったら普通に使えるので、それで良かったなと。カバン可愛いし。あとは、あ、カルディシリーズについて言いましょうか。カルディシリーズもあんま良かったですね。カルディは、食品モエジは本当に量が多いなと思いました。ただ、あんまり外国のお菓子とか甘いものが好きな人とかでなければちょっとえってなるかもしれないけど、まあ楽しめたから。モヘジの福袋に関しては、あ、これが噂のモヘジかと思ったんですね。まあ並ぶ
もないような気はするんですけど、正直どうですかね。鍋の素とかあと飴とかちょっと和な感じのものが入ってたんですね。はい。で、あとこっから私のねランキング、3、2、1 の前にビレバンですかね。ビレバンも良かったですね。意外とビレバン3000円のやつ買ったんですけど、ビレバンって結構うつ袋っていう風に言われてて外れが多いって聞くんですけど、私的には結構このピンククッションだとか、あとはここに早速飾ってるルームの、あの香りがするやつとか、意外とこう女子向けだったのかなっていう気はするんですけど、すごい私はあ可愛いし意外といいじゃんビレバンっていう風に思いました。来年もね、あの3000円だったら買おうかなっていう感じです。まずエアガン、エアガンの福袋っていうのも私初めて買ったんですけど、エアガン、いや面白いですね。サバゲーとか多分あんまりコミュ障やしできないと思うんですけど、あのちょっとこう的当てるやつとか一人でちょっともうちょっとエアガン、今年はやりたいなっていう風に思いましたね。アクション系の作品に出るのが好きなんで、まあそういった上でちょっとやっぱり役でも銃使うことって結構おもちゃの銃とかなんですけど、あったので、そういう時にやっぱり慣れとくといいなと思ったので、エアガンちょっとね極めたいなっていうのは思いましたね。初心者向けどちらかって多分全部一式ついてたので、もうそれさえあれば始めれるっていう状況でエアガン買えたので1万7000円ぐらいしたんですけど、まあ始めるにあたってはいいんじゃないかなと思いました。いい買い物ができたかなと思います。では次ナンバー2がですね、イングです。あれだけ並んで結構入手がまあやや難しい感じなんですけど、多くてびっくりしました。今の福袋あんなに入ってるんだっていうので結構嬉しかったし、アウターとか意外と使えるものがあってよかったです。可愛すぎるピンクとかフリフリのものとかだったらどうしようと思ったんですけど、意外と使えるなと思いました。早速ねイングの服も着てますし、アウターもね、ジャケットとかもうコートも入って1万円っていうのは、私的にはもちろん外れの服も入ったんですけど、私的には当たりかなっていう感じがしました。ということでナンバー2ですね。ナンバー1が2つあります。一つはタリーズです。タリーズ3000円なんだけど、私的にクマのぬいぐるみの子のおかげですね。もうこの子見たら1位上げていいでしょっていうね、こうやって変身できてピコッと取れる、もう可愛すぎる。もうこの子に1位を差し上げますということで、のチケット5枚とか、5枚ってちょうどいいよね、使いやすいんで。あとはコーヒーキャンディーもポイント高いですね。美味しかったコーヒーキャンディー本当に。あとは普通にドリップコーヒーとレギュラーコーヒーが入ってて、でトートバッグがすごいいいの、またタリーズは本当にトートバッグ使おうと思います。ということで1位なんですけど、実はそうです、あの福袋が出てきてないですよね。同率1位がもう一つあります。アディダスです。はい、アディダスはまあ動画見てもらうと分かるんですけど、もうジャージ、アディダスジャージってほんと1万近くするんですけど、上下それが2個入ってたっていうのと、 T シャツが可愛かった、普段使いできそうな T シャツが入ってたっていうのがすごいポイント高いです。あと一番の決め手はあのカバン、まあ動画見てもらうと分かると思うんでここでしょっか省くんですけど、もうあのカバンはね、中がすごいしっかりしてて、福袋のカバンって内ポケットないのが普通じゃないですか。ただアディダスの福袋は内ポケットもあるし使いやすいし、色もねすごい可愛かったので、アディダスは本当にね、まあ寒い中震えながら並んだ甲斐があったなと思いました。ただジャージは一生のうちさ、そんなさいっぱい欲しいっていうわけではないので、まあ来年買うかどうかはちょっと悩ましいですけれども、アディダスは本当ね、例えばもうジャージ2つついてるんで、まあしばらくね身長そんなに体型変わらない限りはこれでやっていけるかなと思いました。ということで袋ランキング第1位はアディダスとタリーズ同率1位でした、私の中でね。はい、皆さんなんか他におすすめの福袋とかあったらぜひ教えてください。これ当たりだったよとか来年参考にしようと思います。では See you。 私やっぱりやるんだったらとことんやりたい派なんで、福袋ももう今回楽しみましたね。めちゃくちゃ買って楽しかったです。本当にこれでねいい年が迎えれたらなと思います。皆さんもね、ぜひ来年の参考になれば、またそれはそれで嬉しいです。インスタグラムにも写真アップしていきますので、見てみてね。